どうも、クソ投稿者です。今回はバルバトスルプス使っていきますよ。あと、武装紹介とかいう前置きなんてしませんからね。そんなもんはゴリッさんの動画でも見とけばええんやで。さて、今回の動画のテーマなんですけど、それは太鼓の達人ですね。私この機体対して使ってないけど、ポン太鼓の達人だけが面白いんでたまに乗ります。正直この機体よりドアンザクの方が強いから乗る必要がないんですよね。で、さっき言ってた太鼓の達人って何すかって人がいると思います。はい、これが太鼓の達人です。オーバーヒートしてたから早めに終わってしまいましたね。はい、もう一丁。気持ちよくなれたんですけど、相方のロトム図鑑がなぜかメタスにボコられてますね。まあメタスとか無視すればオッケー。は、相方、え、相方の援護なしで500コストを2回落とせだって。できた。そんなこと言ってたら相方がターン X に行ってくれましたね。ありがとうございます。やっと正気に戻ったかあいつ。はい、覚醒していく。うう、このままデスコンで勝利待ったなし。あ、でもまだ覚醒は終わっちゃいねえてんだよ。お、覚醒は活かせましたか？活かせませんでした。ちょ、俺は来いよ。なんとも言えない勝利でしたが、太鼓ができてよかったです。はい、次の対戦行きます。相方は劇場版が絶望的となっているガンダム。相手はアーチャークラスのモビルスーツと宇宙の心っていった人ですね。悠長にゲロビー打ってんじゃねえぞ、オーラー。あ、外れましたね。そりゃそうだ。そしてここからクソみたいな被弾。解説のカラスマさん、ここまで一連のガバプレイをどう思いますか？このゲーム打ってこい。ここまで何もしてないくせに耐久の半分を失いましたね。こんなプレイをしてるから昔よくしたらばにさらされました。しかし格闘技の強みっていうのはハマった時の瞬間火力なんで、こっから頑張りますよ。相方ありがとなす。相手の百式を禁止にすることができました。あ、まずい、相方が狙われとる。さすがだ。しっかり覚醒吐ける人は審判 G 卒業してるっておばあちゃんが言ってましたので、って頑張ります。こういうゲームだから許してくれ百式くん。あ、助けて。相方もほぼ同時に落ちたみたいで結構やばい状況ですね。ああ、それやばいっす。反応できないっす。シークレットソード2グリーンオールフェイス、成し遂げたぜ。はい、最後の対戦いきたいと思います。相方は500コストなんで、まあ控えめに攻めていきましょう。いや、そんなつまらんことしても動画にならんから最初から前に出てやるわーい。この被弾は必要経費です。そい、からの太鼓の達人。ポン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 、10万ドルポンとくれたぜ。まだ俺のバトルフェイスは終了してないぜ。行くぞ、来い来い、行くぞ。行くぞ。さすがに調子乗りすぎました。もう下がりましょう。
と思っていたのか。やめろ。許してください。何でも。動画投稿者はここぞという時に無理しねえといい動画なんて撮れねえんだよ。おら。どうもクソ投稿者です。こっからフリートークになるんですが、前回の動画にて視聴者の一人の相談に乗ったんですね。そしたらですね、他にもコメントでいろんな質問してくる人がいまして、コメント等にね一応返信して答えたりしたんですけど、コメントで長くなりそうなものは動画でお答えしますということで、今回は一つ動画でお答えします。それで相談の内容がこちらですね。内容なんですが、現在大学3年生で公務員を目指していますと。で、試験に向けて勉強しているのですが、保険をかけて民間の企業に向けての就職活動を考えていますと。公務員に向けて勉強を専念した方がいいのか、それとも、まあ多少民間企業のことも考えて就活をした方がいいのか、どちらがいいんでしょうか、という相談ですね。で、この相談に関しては結構他の大学生も迷ってると思うんですよ。人によっていろいろ状況が違うんでしょうけど、まあ自分語りで申し訳ないんですけど、私もね、現役時代公務員目指してたことがあって、で、それはね、正直一本で頑張ってたんですよ。ただその頑張ってたっていう気持ちの裏に、俺は公務員一本で行くから民間の就職はしなくていいと、そういう活動はしなくていいっていう、要はですね、就活しないための免罪符に利用していたっていう感じが強かったです。なんでこんな思考に陥ってしまったのかっていうと、民間企業の就職活動って、まあ、いろね、自分で決めないといけないんですよ。自分で選んで自分で動いてで頑張ってと。で、そこがね、今までなんとなく進学してきた自分にとって初めて、まあ、自分の選択肢をたくさん示さないといけないような状況に置かれて、それがめんどくさくなっちゃったんですよね。で、その結果、まあ民間と違って安定してるからっていう、まあ悪くはないんでしょうけど、今ありがちな理由で、まあ俺は公務員目指すから民間なんてどうでもいいやほーみたいな感じで、まあ、先ほど言った通り民間企業の就活をしない免罪符として公務員志望を利用していたわけです。その結果どうなったのかというと、まあ、現役期間中にいい結果は一切出ませんでした。で、就職浪人っていう形で約1年間また同じようなところを受けたんですけど、それでもねダメでした。結構いいところまで行ったのもあるんですけど、まあ親はもう1年頑張ってみてもういいよって言ってくれたんですけど、ああなんかこのままだとダメになるなと思って民間企業の就職を選びました。で、結果そこがブラック企業で、まあ大変良い社会勉強にはなったんですけど、仕事を辞める羽目になって、まあ最近転職をしましたという現在につながるわけです。で、何が言いたいのかっていうと、そのどこを目指すにしても中途半端な気持ちで挑んでると私みたいになりますよっていうことが言いたかったです。でもう一回私の例を挙げると、あくまで民間企業の就活がめんどくさかったからとりあえず公務員という志望を出して言い訳にしていましたと。で、その結果一つの道があるのにもかかわらずそこに打ち込めずにプラ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 してブラック企業に捕まり現在に至るという話ですね。で、ここから質問に答えていくんですけど、この返答に関してはあくまで参考意見っていう形で結論ではないので、そこだけは絶対に勘違いしないようにしてください。で、個人的にこうやって迷ってる人に、まあおすすめのやり方というか、まああくまで参考程度なんですけど、民間企業の内定を早めに取ってください。で、内定さえ取ってしまえばあと公務員の勉強ができるんで、
それで仮に公務員落ちたとしても民間企業の就職できますし、何より民間企業のその、まあ、受けるにあたって面接ありますよね。その面接が公務員試験の、まあ、予行練習になるんですよね。しかも超実践的なものですからね、まあ、これがねかなりいい勉強というか経験にはなるので、そこは損しないと。ただ早めに内定が取れずにグダグダやってると勉強の時間とか、まあ、本番の公務員の試験の対策ができなくなるので、そこがデメリットですね。で正直こっからは質問者さんの、まあ、能力によるんですけど、個人的な意見としましては、警察と消防とかであれば公務員一本で私はいいと思います。ただ役所関係ですね。役所ってその身体的能力が必要ないんで、とりあえずみんな受けたがるんですよ。その結果どうなるのかっていうと、ものすごい倍率が高いんですね。あとその警察消防と違ってその専門科目、まあ、ちょっと難しい試験がありますので、それも込みで考えると、まあ、役所とかそういう事務方の公務員になりたいという方は、正直に言うと民間企業の保険をかけていった方が私個人的にはいいと思います。だって倍率がね高すぎる、うん、そこがやはりネックですね。どんだけ能力高くてもその本番でしくっちゃったら、まあ、落ちることだってありますので、そこはね練習とかも兼ねて、まあ、民間企業早めに内定を取ってしまうっていうルートからガッと公務員試験の勉強をして本番に挑むっていうやり方が個人的にはねいいと思います。逆に警察消防関係だと採用人数がすごい多いんで、まあ人並み以上に努力すれば結果は正直出ます。まあ、理由としてはその専門的な試験がないので、よっぽどその体力とかその、まあ、病気とか持ってない限りは頑張った人は受かるようにはなってると思います。よっぽどヘマしなきゃですけどね。だから個人的には、まあ、警察消防に関してはもう一本でやってもいいとは思います。で最後に共通事項なんですけど、公務員目指すとなるとひたすら情報戦だと思ってます。確かに筆記試験の勉強はものすごい必要なんですけど、その面接でよく聞かれることとか、あの言っちゃいけないこととか結構あるんですよ。でそういうのってその学校が用意してくれたセミナーでしか教えてくれなかったり、例えば大原簿記とかいう、まあ、公務員とかそういうのに強い専門学校でしか教えてくれなかったりするんで、それを知らず知らずにして、まあ俺は頭がいいからまあ筆記は通るでしょ、だけど面接はまあまあまあなんとかなるでしょっていう人は結構厳しいです。ペン動かす以外の情報をひたすら集めることをお勧めします。で話をまとめると、役所関係を目指すのであれば、正直に言うと民間の保険をかけた方がいいと思います。逆に警察消防であれば、まあ、募集枠も多いし、その専門試験もないので、しっかり勉強して対策取ってればよっぽど能力がないとかそういうことがなければ受かると思いますので、個人的には一本でやってる人の方が成功してる感じがしました。まあ、最後に言うんですけど、ちょっと語りきれなかった部分もあるので、またちょっと疑問が発生したのであれば、どんどん質問してください。まあ、対策とかに関しても、まあ、受かってないやつが何様だって思うかもしれないですけど、一応何個か受けたんで、多少は知ってますので、興味のある方はまた聞いてください。それでは、今回の動画は終わりたいと思います。動画の視聴ありがとうございました。